号砲一発スタートを切りました。今まで以上に33チーム全ての選手が思いを走りに込めるレースをするためにスタートを切りました。今増島トンネル、1区のランナーは4つのトンネルを越えていきますが、そのまず1つ目のトンネルを越えました。トンネルを抜けてまもなく2キロというポイントを迎えます。第一生命の尾崎が少し前に出始めました。少しペースを上げ始めたか。四国電力の選手、四国電力の合図が少しつけていますが、尾崎が先頭を引っ張って、さあ2キロを通過します。2キロの入り、まもなく通過しますが、6分27秒で今通過をしていきました。ペースが上がりましたね。上がりましたね。尾崎さんがもう気持ちの面ではもうスパートしてますね、はい、少しずつペースを上げています。このあと 2.4 キロからは非常に激しいアップダウンが待っています。第一生命の尾崎義美、2009年ベルリンの世界陸上のその銀メダリストが引っ張り始めて、縦長の展開に変わってきました。残り1キロを通過、5キロが16分6秒、そしてこの1キロはだいたい3分13秒あたりで通過をしていきました。でこの後に 6.5 キロぐらいにすごい上りがありますね。最後のアップダウンがありますね。さあ尾崎が出ました。大生命2002年以来の9年ぶりの優勝を狙っている尾崎義美です。2002年の優勝の時にもさあペースを上げた。残り1キロを切って尾崎が一気にペースを上げた。2002年の優勝の時にも増田さん、尾崎は1区だったんですよね。勢いつけましたよね、いやでもこの走りなんかにやっぱりこの切り替えの早い尾崎さんの強さが現れてますね。美しい松島湾のその光景を選手たちは左手に見ながら、その大生命の尾崎義美、しかしルーキーの土井もしっかりとついている。尾崎の切れ味はどうか。 6.3 キロを通過、残り 700m を切る。大生命トップスターツがついて、そしてそこから 5m 遅れてパナソニックの中村、さらにそこから 5m 遅れて天満屋の小原、さらにその後方は18銀行シスメックス、さらに九電工、ユニクロ、資生堂と続いています。1区から激しいレースになりました。宮城で行われる初めての全日本、初めてのたすき渡しはスターツか、スターツ。さあルーキーの土井が今たすきを外した、たすきを外した。そしてその横には第一生命の尾崎もいる。尾崎か、さあ第一生命かスターツか、この2人が並んでいる。最後までわからない、最後までわからない。第一中継所、宮城で行われる初めての全日本、そして初めてのたすき渡し。さあここで出た、ここで出たのは第一生命か、尾崎が出る、尾崎が出るか。さあここでこの2チームがいる。さあ第一生命か、第一中継所、全日本で行われる初めてのたすき渡し、やはり来たのは尾崎。尾崎がトップでたすき渡した第一生命、すぐにスタート大健闘ルーキー土井、その後方から3位で今パナソニックがたすき渡した。先頭から3チームが通過して第一中継所、そして連覇がかかる天満屋、連覇がかかる天満屋が今たすきをつないだ。さらにはその後方からはナンバーカード20番か。さあ今九電工が行った、そしてシスメックス、さらには資生堂が行きました。トップ走っている第一生命の横澤さんは、はい、今年入った新人ですけれども、群馬県の時和高校出身の、全然動じてないですね。うん、そうですね。ね、普通トップで打席を渡されるとちょっと硬くなったりしますけれども、はい、いいタイムを刻んでますよ。そうですね。今1キロ通過3分2秒で通過しました第一生命の横澤。尾崎義美がこの宮城初開催の1区区間賞、大生命は9年ぶりの優勝を目指しています。そしてスターツも東日本では非常に躍進をしまして、期待されるというチームですね。はい、東よりも4、5、6がまた強くなってますから、はい、スターツも面白いですね。そうですね。さあ先頭は大生命、横坂は少しずつ少しずつ離し始めています。勝又が待っています。そしてスターツの徳田も待っています。チームの要、キャプテンに今シーズンは指名されました勝又美咲。山下監督の信望も厚く、今年東日本の予選では見事に3区区間賞、トップランナーへの階段をまた一つ上っている。さあ声をかけた横澤英奈、高卒ルーキーから今キャプテンの勝又に立ちに当たります。第一生命、第2中継所トップで通過。さあ激戦の美しき第3区、花の3区スタートしました。そして2位でやってくるのはスターツ、徳田由香、3区のエース区間に起用されました大阪体育大出身の新人、1年目です。1区力走の土井よりも練習では強いと山口監督が話している今、徳田がスタートしました。スターツ第2位。基本的には平坦なこの第3区 10.9 キロの区間です。風の状況を見ますと若干向かっているというその勝又の走りに見えます。
向かい風の中3区が行われています。さあ 5km を通過します。 5km が16分30秒で通過しました。勝俣のその力からは若干遅いんですが、やはり向かい風の影響でしょうかね。あると思いますね。今第一生命の上りが多かったですね、はい、5区にもこちらのあの会社がありますのでね、はい、そこではトップで走っていたいということをチームの皆さん話してますね、はい、尾崎が作った流れ、2区のルーキーの横澤が素晴らしい走りでつないで3区エースキャプテンの勝俣に襷を渡した。さあ第一生命がトップを独走している2011年の全日本実業団女子駅伝です。花の3区第一生命が引っ張ってきた勝俣美咲、山下監督も花芽として期待していたこの勝俣が見事な走りトップを守ってこの第3中継所に入ってきます。待ち受けるのは21歳の下門美春、勝俣あとわずかです。もう襷は右手に持っています。しっかりとした腕の振り、今 下門へ襷が託されました。第3中継所トップで第一生命が通過、そしてその後ろは縦長の集団がもう見えてきています。集団になっていた2位集団ちょっと縦長になって、ナンバーカード10番のパナソニック吉川美香、5位前後でくれば1桁入賞もと期待していたところ吉川が出てきました。そして待ち受けるのは阿部ゆかり、その阿部ゆかりへパナソニックが助けを渡します。2位はパナソニック、トップとはおよそ25秒差。そして3位で行きましたデンソー、さらには積水化学が来ました。今積水化学が4位で襷を渡しました。下川さんは歩幅の狭いピッチ走法でガツガツ行き着くタイプなので、はい、この上りに合ってるっていうことを山下幸子監督言われてましたね、はい、中国の昆明でもあのチームの中でひときわ上りに強かったそうです。直前の調整が非常にうまくいったそうですね、はい、あの一喜一憂するタイプでね、はい、レースにおいてはとても気真面目な選手なんですけども、はい、それでも8月に尾崎さんや野尻さんがテグ世界陸上の壮行会なんか行くときにはね、はい、あの下川さんはリボンをつけてフリフリの洋服なんか着てこの AKB の、 あの曲に合わせて踊ったりする明るい選手だそうですね。そうですか。第一生命の今大応援団の前を通過した。先頭は第一生命、まもなく第4区の2キロを通過します。第一生命の下川美春残り 100m になりました。先頭は第一生命、その後ろからも選手が3チーム見えております。第一生命の下川美春、まずは1位で第4中継所たすきを渡しました。この第一生命の野尻はじめとしてチームの皆さんで事前にこのコースを試走したときに、この第5区はまさしく野尻のためのコースだとスタッフ皆がそう思ったそうです。ご覧のように尾崎芳美がこの全日本実業団女子駅伝としては初めて区間賞を取りました。その後ルーキーの横澤、そしてキャプテンの勝俣、さらには4区を走った下門とトップを他のチームに譲ることなく野尻に襷をつなぎました。9年ぶりの優勝へ向かって後続へ少しでも差をつけようという今この野尻が上りに挑んでいます。1区からトップを守って、そして完全優勝ということになりますと1994年のそのリクルート以来ということになります。17年ぶりの快挙達成なるか。さあ第5中継所に向かっている野尻あずさ、フィニッシュテープを切る瞬間には何かポーズも考えているという話をしていた田中智美。さあその田中智美が第一生命逃げ切れるかどうか。第一生命9年ぶり2度目の優勝に向かって野尻から田中に今たすきが渡りました。第5中継所第一生命トップでいきました。第一生命2度目の優勝に王手がかかりました。先頭は第一生命の田中です。昨年は1区を走って3位と好走しました。駅伝ではもう抜群の信頼感がありますね、本当にあのここぞという時に強い選手ですね、はい、あのテグ世界陸上に出場しました尾崎さんや野尻さんの練習パートナーを務めてましてね、はい、であの本当に彼女は気が利いていて、うん、お昼とかでも外食をすると一人で濡れナプキンを持ち歩くんです。で先輩たちが手が汚れると入って差し出すようなね、とてもきめ細かい配慮の人 で好きな言葉も疾風に軽装を知るという、困難や試練にぶつかってこそ進化が問われるという言葉を大事にしている賢い選手なんですよ。そうですね、今シーズン 5000m の自己ベストも更新、好調の田中を6区に起用した山下幸子監督、9年ぶりの制覇が近づいています。さあ今6区2キロを通過しています。
1区尾崎、2区横沢、3区勝俣、4区下門、5区は野尻、そしてアンカー田中とずっとトップを守りました。1994年のリクルート以来17年ぶりの完全優勝が近づいてきました。一旦は低迷期がありました。昨年はチームをずっと引っ張ってきた安藤美幸さんの引退もありました。優勝を知っているその選手は尾崎ただ一人ということになりました。大生命の新しい時代がやってきました。大生命の田中智美、スタートした宮城の松島町、尾崎がスタートした第1区沿道は松島湾の海を望むコースでした。その海を連想されるマリンブルーの、今年張り替えられたばかりのこのマリンブルーのトラックの上はまさに大生命にとりましてビクトリーロードです。1990年に創部いたしました第一生命、この全日本実業団女子駅伝、今年初めてのこの宮城開催、31回目の大会、新しい歴史のチャンピオン誕生。第一生命2度目の優勝、9年ぶり見事にトップを明け渡すことなく完全優勝で全日本実業団女子駅伝、森の都に雄たけび。開催のこの全日本実業団女子駅伝、山下幸子監督もこの力強い、本当に強かったこの愛弟子たち、今胴上げが始まりました。山下幸子監督、